黒マグロは、鈴木目バ科に分類される海水魚の一種。日本沿岸を含む太平洋の熱帯、温帯海域に広く分布する大型魚で重要な食用魚である。生鮮魚介類として流通する場合には、本マグロの名称も用いられる。寿司ネタ、刺身等に使われ、日本の消費量が世界一であるが、資源の減少により、 厳しい漁獲制限が進められている。国際自然保護連合はクロマグロを絶滅危惧種とした。分類上では、大西洋産の大西洋クロマグロ T セニスと同種、または、大西洋クロマグロの亜種、TT をレンタリスとする見解もある。地方名としては、シビ、クロシビ、ハツなどがある。また、特に幼魚を指す、地方名として横、横は、メジ、メジマグロ、 新コ横川、ヒッサげなどもある。台湾でも日本語に従って、太平洋黒マグロが正式な名称となっているが、黒マグロ魚などとも呼ばれる。台湾語では、黒グシ、黒ク,クシ、カラスカメグシと呼ばれる。生魚は、全長3メートル、体重400キログラムを超え、日本沿岸で漁獲されるマグロ類としては、最大種である。体型は太短い防水型で、 横断面は上下方向にわずかに長い楕円型をしている。体表は小さな鱗があるが、目の後ろ、胸びれ周辺、側線部は大きな硬い鱗で覆われ、胸甲部と呼ばれる。体色は背中側が、脳根、体側から腹部にかけてが銀灰色をしている。背びれは二つとも灰色だが、第二、背びれ先端とその後に続く、勝利ひれは黄色を帯びる。 尻びれとその後に続く、勝利ひれは、銀白色をしている。また、養魚器は体側に白い反転と横縞模様が10から20畳、並んでおり、養魚の地方名、横輪はここに由来する。本種と大西洋黒マグロは、マグロ族の中で最も胸びれが短く、第二背びれに届かない点で多しと、区別できる。かつてこの二種は、同種とされていたが、分布が連続しないこと。 エラは数が異なること、耐性用クロマグロは、耐抗性壁の筋肉が腹腔内に出るが、クロマグロは出ないことなどから、亜種、または、別種とする見解が登場した。遺伝子分析による研究では、ミトコンドリア DNA が別種レベルに分化している一方、核遺伝子では、種内の軽群レベルの分化を示すという説明の困難な結果が得られている。さらに、 大西洋にわずかながら、太平洋型のミトコンドリア DNA タイプを持つ個体がいること、太平洋にもわずかに大西広市型のミトコンドリア DNA タイプを持つ個体がいるという結果も得られており、太平洋と太西洋のクロマグロ間の進化系統関係は未だに解決されていない。太平洋の熱帯、温帯海域で水温を摂取30度程度に広く分布する。 インド洋にも分布するが稀である。また、北半球に多く南半球には少ない。海洋の表層、中層に生息する。同じくらいの大きさの個体同士で群れをなし、高速で回遊する。大型個体の遊泳速度は70時速9 0キロメートルに達すると言われる。植生は肉食で、海中を遊泳する他の魚や、甲殻類。 高速類などを日中に捕食するが夜間は捕食しない。日本近海を含む西太平洋のクロマグロは南日本から台湾にかけての温暖な海域の海水温が摂氏25度程度で春から夏にかけて産卵する。受精卵は直径約1ミリメートルの休憩で約32時間で全長約3ミリメートルの死魚が孵化する。摂氏25度を外れると 危険率が上昇する。卵黄を吸収した死魚は小動物を捕食し、餌がない場合は、共食いもして、孵化後22日で約3センチメートルに成長する。74日で全長約25センチメートルに達し、この頃には、形態は制魚とほぼ変わらなくなる。魚体が大きくなるのは早いが、生成塾は5年かかり、魚類の中でも遅い部類に入る。 地魚は暖流に乗って日本沿岸まで北上し、そこで成長する。ただし一部は太平洋を横断し、アメリカ西海岸に達するものもおり、2から3年かけて現地で成長し、再び西太平洋に戻る。ある程度成長したものは太平洋を横断はせず、季節的な南北の移動を繰り返す。2012年のクロマグロの資源量は1960年に、 比べると8割減となっており、国際自然保護連合は絶滅危惧種に指定した。中西部太平洋マグロ類委員会は2024年までに、資源量を2012年の1.6倍の4.3万トンに回復させる目標を掲げている。食用に一本釣り、A 縄、ハエ縄、巻き網、月んぼう、低地毛で漁獲される。日本での食べ方は刺身、寿司種、キマグロ鍋、 焼き魚、煮付け、つくだ煮など幅広い。魚肉の部位によって赤身、中トロ、大トロなどに分かれ、価格も異なる。漁獲地域では目玉、心臓など一般に流通していない部位も食用に利用される。台湾でも平東県、東港町が水揚げ港となっており、日本に出荷されるほか、地元でも刺身が名物で、黒マグロの文化観光期というイベントも、 行われている。食料として見た場合、クロマグロの体内に含まれる微量の水銀に注意する必要があり、部位別濃度は赤身中トロ大トロである。厚生労働省は、クロマグロを妊婦が接触量を注意すべき魚介類の一つとして挙げており、2005年11月2日の発表では、 一回に食べる量を約8 0ムとした場合、クロマグロの接触は週に一回までを目安としている。クロマグロ、日本では需要に比して、漁獲量が不足したことから、20世紀後半頃からクロマグロが高級魚と化した。魚体の色と希少価値から黒いダイヤと呼ばれるほどにもなっている。海外での消費や対日輸出も増え、21世紀に入ると、 世界的にも食用魚の中でも最高級品の一つとして位置づけられている。価格高騰に伴って乱獲が進み、漁獲規制だけでなく、自然界の資源量に影響を与えない完全養殖手法の確立が求められてきた。日本の大学、企業の取り組みかつては飼育の難しさから完全養殖は不可能と考えられていた。 1970年に研究に着手した日本の近畿大学水産研究所が2002年に人工負荷からの完全養殖に成功した。クロマグロ完全養殖の技術開発は農林水産大臣から平成16年度民間部門農林水産研究開発功績者として表彰された。当初、クロマグロは養魚を捕獲しての養殖事業が行われており、 近畿大学水産研究所は、和歌山県串本町の大島分室で、クロマグロの飼育技術を研究していた。2001年3月には、クロマグロの産卵場所に近く、水温がより高い鹿児島県奄美大島瀬戸内町花店に、奄美実験場を開設し、和歌山県から輸送した養魚の本格飼育実験を開始した。奄美大島で育てることにより、 生育速度は1.5倍にもなり、完全養殖の成功につながった。2012年からは、近畿大学と豊田通商が協力し、長崎県五島市でも商業化が開始された。マルハニチロも1987年から研究を開始し、2010年に民間企業としては、初の完全養殖に成功して、2015年からブルークレストの商標で出荷を開始した。 2016年時点で、マルハニチロ参加のアマミ養魚が、アマミ大島瀬戸内町にある6基の池巣のうち2基を完全養殖にあて、ベッド採卵用の新魚池巣も設けている。瀬戸内町は、近代マグロも含めて黒マグロ養殖日本一となっており、コニア港、ポケットパークには2015年3月に、黒マグロの巨大モニュメントが設置された。日本水産も2007年から、 中央研究所大分海洋研究センターと長崎県佐世保市の金子産業佐世保黒島事業所で完全養殖の取り組みを開始黒島で完全養殖したものをキマグロ金ラベルのブランドで2017年冬から出荷開始する目処をつけ販売中極洋産加の極洋ニッパイマリンも2004年から愛媛県南宇和具海南町で完全養殖に取り組み 2014年に成功。つなぐのブランド名で2017年11月22日に出荷を開始した。漁業共同組合とその還元組織からは2011年に三重に寄れんなどが出資して三重県渡来郡南伊勢町でブルーフィン三重という会社を立ち上げ伊勢マグロブランドで養魚からの養殖に参入した。課題完全養殖は可能となったものの 人工受精後、イケスに入れられるまで生存する率は未だ3%程度に止まっている。また、クロマグロは水族館でもその大きな体から人気があるが、高速で遠距離を泳ぐという形に進化したマグロは、水槽にぶつかると簡単に傷つくほど皮膚が弱く、飼育するのは簡単ではない。養殖イケスでも網にぶつかって、 傷つくのを避けるために網に目印をつけたり、夜間照明をするなどの工夫が行われている。それでも、生けすから出荷までの生存率は30%程度に止まっており、マダイ養殖の80%に比べてもかなり低い。稚魚の生存率を下げるぐいを防ぐため、蒸気の極用フィードワンマリンに出資する配合飼料会社のフィードワンは、 ホタテ内臓から抽出したアミノ酸を魚粉を混ぜるなどして、稚魚が好んで食べる飼料を開発、使用している。養殖に適した水温は20摂氏30度で、水温が低すぎると越冬できず、高すぎると活動が活発になり無駄に餌を消費する。硬いものを吐き出す。クロマグロの性質から、養殖用の餌も、魚粉と魚油を練って二層の柔らかい構造にするなど、 特別な工夫が凝らされている。海外の事例勧告も海洋水産部が中心となり、南部の巨分島などで養殖を行っており、新魚からの受精卵採取も試みられている。日本では大西洋マグロ類保存国際委員会の取り決めに、従い、黒マグロ等を輸出または、再輸出する際には、漁獲証明書、統計証明書、輸出証明書または、 最優質証明書の添付するなど原産地証明を確実なものとすることが求められる。ありがとうございます。